はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャルやっていきたいと思います。今回も SG 高校でサクセスをやっていきます。で、ポジションは外野で、まあ両打ちになってるので、まあレフトを作っていこうかなと。まあ打撃寄りの能力にして、まあ肩と守備はまあそこそこまでで、上げてレフトを作っていきます。で、デッキの方はそうこいつセンス×なんですよ。なんで、まあ、ガチで育成するっていうわけではないので、まあ、ちょっとね、またミッションを多めにやっていこうかなと思ってます。で、イベントデッキの方が、まあ、サイガ、セッチャン、滝本、カルロス、チーちゃんで、ライチの PSR をお借りしてますと。前にあと4ですね。で、そうセンス×なんで、まあ、今回ちょっとね、本当にミッションそれなりのものがあったらどんどんやっていこうと思うんですけど、まだね、やっぱりね、ミッションがね、慣れないんですよね。やっぱりね、こうコントローラーでやるっていうのがなかなか難しくて、特に上級のミッションですね、まあ果たし状とゴーストバスターと竜の卵で、果たし状はもう絶対クリアできないです。果たし状は絶対クリアできなくて、でゴーストバスターもね、基本ね8割くらいクリアできないですね。で竜の卵が、まあ自分のデッキのレベルの上がり具合にもよるんですけれども、まあそこそこかなっていう感じかな。ここはなかなかいいですね。せっちゃんがいて、かつサイガもいると。あ、で招き猫と、お守りを持ってきてますと。でアイテムをね持ち込んでるんで、センス×がね出たからといってね、簡単にね消せないんですよね。何にもさ、アイテム持ち込んでなければ、まあそのままさようならっていうのができるんですけど、さすがにねアイテム消耗して何にもやらないで、まあ、消していくっていうのはもったいないので、まあ、今回はね、ちょっと、ミッションの練習がてらやっていこうかなと。コツが来てますね。で、ちーちゃんは、逆境はね、消しておきたいんだけど、まあ、そこまでの経験点は溜まってないんで。粘り打ち、よし。ちーちゃんはほんと久々に使いますね。さて、ここで。一応コツがあるけど、ああここなかなか美味しいね。 43%、 うーん、まあセンス×だからね、遊んでやってもいいんだけどね。まあ寝ときますか普通に。あと4なんですけれども、ちーちゃんのイベントが少なめなので、まあうまくいけば全部消化できるかな。ちょっとそこは微妙なところがありますが、まあ、最初のねミッションは特段も何にも考えないでできるんで、あ、自分バウンサーになってんな。そうか、今回バウンサーが2だからか。もう適当にね、もうこうやってるだけでね、極論すればねクリアできるはずです。最初のは何にも考えずに。いや、普段はこんなことやんないっすよ。ただ発射してるだけなんで、もうめんどくさいんで。バウンサーが2人って初めてかな。そうすると編成的にはやっぱりね、主人公はねガードにしたいんですよね。 OK。 まあやっぱりね、ミッションが絡むとね、ちょっと動画の長さもかなり長くなっちゃうんで、あれなんですけれども、体当たりは潰せないので、滝本、リーデよね。よし。やっぱり、せっちゃんがいたときは、ちょっと、せっちゃんとの絡みがあるので、チャンス、OK。サイガって毎回この自己紹介出てくるの遅いよね。やっぱりこのイベントパワー的なものが関係してるのかな。お、ここもなかなかいいけど、なかなかいいけど、バウンサーのレベルがめっちゃ上がるな、俺の。バウンサー3とかはもう、ないでしょう。使い方がわかんないよ、ミッションでの。ガードがね、やっぱり重要なんで、ガードの人たちのレベルを上げていきたいんだけど、上げていきたいんだけど、あー、せっちゃん、滝本 5%。まあ大丈夫かな。やっぱりね、どうしてもせっちゃんとのね練習回数はそんなに多くならないんで、せっ
ちゃんがミッションに出てくるかっていうと、まあ、そこは多分出てこないんで、まあ、これもチームメイト評価が上がるんで最初の方に出てきてくれるのは嬉しいですね。でここでせっちゃんとライチがメンタルにいるんで、これはかなり美味しいですね。そうここはね、まず足りなくなるのがスカウト評価なんですよね。練習試合がないんでね、スカウト評価がほんと足んないんですよね。お、これで体力も回復してくれるんで、いやーライチくんはほんといいよね。ほんと欲しいライチくん。あ、そうそうそう、でライチくんと、まあ、東条どっちかっていう多分議論になると思うんですけど、まあ今回は別にそんなことは言わないですけど、次回がまあ、次回がって言っても今いつ収録してるんだっていうのもあるんですけど、次回が SG のね、あの限定ルートが出るんですよ。で限定ルートって特攻キャラ東条が入ってるじゃないですか。だからね、多分ね来週東条が来るんじゃないかなと思ってるんですけれども、東条が来たらねちょっとね引いていきたいよね。自分ライチ持ってないんで、まあ、ライチ持ってたら、まあ、東条はまああってもなくても、あってもなくてもっていうのもあれだけど、まあ、どっちでもいいんですけど、やっぱりちょっとね筋力キャラ東条は欲しいですね。まあ、滝本もね全然いいんだけどね、滝本はねほんと体力をね奪っていくっていうところが、辛いんですよね。せっちゃんはもう溜まってるね、せっちゃん溜まってる。カルロスのコツかこっちに行くか。ガードレベルがな6上がるな。守備はちなみに大地か。これもなかなかいいな。どうしよう、今回悩むね。悩むけどここにしよう。ちょっと自分のガードレベルを上げていきたいんで、まあ、ちーちゃんと練習するからバウンサーも3上がっちゃうんで、ソライチもね基本的にやっぱね体力を削らないっていうイベントがいいっすよね。本当に体力をね削られるとやっぱ練習のね予定が崩れるんで、メンタルにいるね、いいね滝本。これは体当たりは潰しておこう、体当たり潰しておこうって言ってるけど、そうか俺センス×なんだ。そういえばどうしよっかな。55か、まあいっか、筋力少ねえな。あーいいや、コツは1回ずつ掴もう。いやほんとセンス×って厳しいな。お、パワーヒッターよし。パワーヒッターとかもそうすると3で潰すよりは5まで持ってった方がいいかな。致命傷になるなよ。やる気がめっちゃ削られた。ちーちゃんか。あ、サイガだね。サイガは確か固め打ちだったら3で掴んじゃっていいでしょう。あ、固め打ち掴んで、粘り打ちの方だ。そういえばちーちゃんの、まあ、いっか、両方ともコツはもらってるんで、やる気デッキの人がいるとやる気はねなるべくマックスで保っておきたいんで。おお、いいね。せっちゃんのね告白だとせっちゃんのね評価が上がんないんですよね。なんで告白がね遅いとね、あのクリスマスは一緒にいることができるんですけど、お正月がね一人になる可能性があるんですよね。これはどうしようかな。武器を読まれないようにしよう。これで走塁のコツを一応掴んでおくか。お、またサイガがいるね。サイガがいい仕事をしてくれる。そうすると、まあ、固めは掴んでおこう。で広角50台かってことはやっぱり5で欲しいな。パワーヒッター、これでパワーヒが5になったから、でちょっと体力がなくなってきたので、カルロスは無理だから一応ミッション見て、文化祭だったら文化祭やりましょうか。うん、ちょっとコツもないんでここはせっちゃんとデートをしますと。せっちゃんはね体力を回復させるキャラなんで、結構ね SG で使うとデートの感想がねきついんですよね。でここはさすがに編成変えましょう。バウンサーは1人入れて、あとはレンジャーも欲しいから
でガードっすよね。滝本かライチって言った滝本の方がレベルが高いな。よし、これでいきましょう。これが多分一番安定している編成だとは思うんで、こいつ使えて、あ、そうそうそう、でこれね、持ちながらね、あの発射できるんで、多分持ちながら発射した方がいいとは思います。こうやってて思ったことで、これっていって、まあ2回目くらいもね、そこまで考えなくて、来た敵に対応すればクリアできるんでいいんですけど、あとね、3人とか重なった場合はガード2枚発射とかもね、場合によっては必要になるんですけども、そこら辺のね、見極めがね、俺全然わかんないんですよね。やっぱこの発射のタイミングっすよね。これを間違えると上級のミッションでは本当に命取りになるんで、クマさんはバウンサーとガードを1枚やればだいたい撃破できるかな。レベルにもよるけど、コツと、あー、あれか、 ばらけてんな。どうしよう、カルロスの評価上げときたいからな。ちょっとカルロスと練習しよう。お、守備職人そうかこいつ守備職人持ってるんだっけ。これはビフ的にかけよう。ビフ的、おお、ビフ的、なんで誰だよビフ的なんてさ、試合に持ってきたやつなるべくね、ただ敏捷も上げておきたいんで早っ。滝本か、滝本はな、タックの率が低いからね。ライチ、ライチはね、ムード丸を覚えておきたいんだけど、さすがにムード丸は自家取りしていいでしょう。あれ、ムード丸ってどこだっけ。あったあったあった、40使うのか。でも精神結構きついな。対エースか、対エースもな、せっちゃんが最後にくれるからな。でもね、どうしようかな。ここでまた対エースが来ても微妙なんで、あと残ってるのはパワヒ潰したでしょ、潰したっていうか、まあ5でしょ、潰しとこう。で、広角は欲しいな。いいや、そのまま。初級がね、来てくれると結構いいんだけど、そう、ライチもね、あの結構一緒に練習くんなんですよ。要はね、コツをあんまりくれないっていう。お、珍しい。初級持ちの積極打法はいいですよね。初級から狙っていくんで、多分ですけど、感覚的な問題。災害と 13%、 これやろう。なんかもうセンス×だとある程度強引にいけるな。で、次12月の3周体力ないんで、これはちょっとミッションやりましょう。どうせクリスマスで回復するんで、ミッションやる。で、なんか微妙なものでもやっちゃいましょう。あ、悪球打ちとかねどうしようかな。ハイボールヒッターでも取っとこうか。全員のレンジャー1。これしかも試験じゃん。試験って別にやることないんで、まあいいや。あ、戻るにしてよ。このまま、ハイボールヒッターを取ろう。もうこういうの全然読んでないんだけどね蛇がなんちゃらみたいなこと言ってたな。さて、ここでクリスマスですね。そう、 SG はね、12月の3週で後イベでね、あの固定イベントが入ってるんで、多分12月の3週の告白イベントっていうのがね、発生しないんですよね。お、これ結構美味しくない。守備職人は取っておこう。広角も取れるでしょ。守備職人、守備職人ってなかなか軽くて俺はね、好きなんですよね。しかも守備キャラとしては欲しいじゃないですか、守備職人。だから結構いい特殊能力だとは思ってます。走塁をね、もう一回欲しいんだよね。
走すれば走塁4だったらまあ取っちゃっていいかなと思うんで、3で取るのはねきついっすよね。やっぱり小吉か。小吉は小吉で抱きついてくれるからな。ライチ、滝本サイガ、そうここにね滝本だけどもねサイガが絡むとね結構いくんすよね。どうしようかな。まあライチでいくか。これでタイエスか。まあいいや、これで体力が削られてでデートをするという。もう一個増えてほしいですよね。13だったらまあ悪くはないと思うんですけど、体力が減ってね13、13の2つだからね、そこがやっぱり滝本くんの辛いところ。まあそこら辺はせっちゃんとうまく噛み合わせていく感じですかね。これも距離を伸ばして経験点をゲットしましょう。まあ、これもね60入るんでなかなかいいっすよね。さてどうしようかな。ライチだな、これはスカウトもいるんで。スカウトはね本当に意識してあげないと、甲子園優勝してもねドラフト1位になれないですからね。というね、甲子園優勝してねドラフト3位とかだった時ありましたからね、とか多分1回も追ってなかったんだなっていうのが。カルロスで次が、またバレンタインになるんで、お走塁が来た。おこれで体力削られるんで次はもう完全にまたミッションですね。せっちゃんはねバレンタインがそんなに美味しくないで、これどうしようアンダ製造機がいないんで、アンダ製造機でもいいんですけど、アベレージヒッターがないんで、滝本しか。豪快にしとこう。おー。めちゃくちゃ減ったな。これむしろデートでもいいんじゃないかっていう勢いだな。マックスにはならないでしょう。デートを消化しておきますか。これさ、塀何にしてもさ、もう意味ないよね。夢がいっぱいあっていいね。おじいちゃんだ。これはなあ、そっか、じいちゃん入れてるから、アンダ製造機いたわ。まあ、下手に出ましょう。ヘイコラ、ヘイコラして。神高並みにヘイコラすればいいのに。いいなバレンタインもらえるなんて。とか結構苦そうだな。でもおこれはカルロスがいるんで、ちょっとちーちゃんのイベントが進んだのでミートを上げていきましょう。ミート C でいいかな。ちょっと待って、あいいか、ミート C にして、あとは走塁をちょっと取って、高速ベースランも別にもうあれだよね、覚えるとこないんで取っちゃっていいでしょ。アーティストはまだちょっと置いておいて、対エースももう5だし、精神が足らんな、精神と技術が、まあ、だからここでいいでしょう。ちなみに今自分が役割何なのかってこの画面だと分かんないよね。チャンスメーカーか、チャンスメーカーも持ってるんだ。カルロス結構久々に使ったからな。助っ人に行かせましょう。まあ、精神が上がるんで、ちょっと精神が足りない。ちょっとみんなのレベルを見て、特にガードですね。38と39か。まあ、だったらこれでいいかな。まあ、3回目あたりからね、ちょいちょい真面目にやっていかないといけないんで。これは罠にはめておいていいかな。場合によってはね2人投入した方がいい時もあるんですけど、まあ、こんなこと言ってるけどそんなに上手くないからね。そんなに上手くないどころか、どっちかっていうと下手くそだからね。で主人公はもう57レベルか。罠がね
クマも来てるし、うわー下にも来てるね。このクマがね大量に来るのが、あーやばいやばい、下のクマがまずい。これえ、ちょ待って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 待って、焦る焦る焦る。おお、オッケーオッケーオッケー。クマが大量に来るとすげえ困るんだよね。で、お、これもなかなかいいんじゃないか。チャンスメーカーを取ったから、チャンスメーカーもあれだよね、精神使うよね。27も使うのか、まあいいや。で、練習して、まあ、スカウトがいますと。まあ、せっちゃんのデートでね、精神ある程度取れるんですけど、デート以外の回復はちょっと精神で回復させようかな。休むは使わないで。ここは 37% だしな。デートをしておきますか。ちょっとミッション見るか、なんかいいのがあれば、コツがあればね、ちょっと取っていきたいんですけど、コツがない。で、これでもう4回目か。意外に早いな。あ、これでせっちゃんの評価完全に溜まりましたね。2しか上がんなかったんで。バッティング練習はこれで終わり。そうすると滝本からアベレージヒッターをもらっておきたいな。てかカルロスめっちゃコツくるな。あれ、カルロスってあれだっけ、コツ率アップだっけ。なんか言われればそんな気もしてきたな。これさ、評価マックスの時はさ、なんか精神が10上がるとかさ、なんかそういう風にしてほしいんだけど、全く無意味だからね。どうしようかな。高速ベースランを取ってるから、ちょっとね走力が多分足りないんだよね。技術も足りてねえな。矢部くんが泣いている。ここはじゃあちょっとミッションを見て、敏捷40か、レンジャー多めって、サバゲーとか無理だな。まあカラスがね複数所持できないんで、バーホンもね前半の方しか出てこないんで、まあ、あんまり意味ないっちゃ意味ないっすよね。どうしようかな、まあ、おとなしくデートしとくか。まあこれで初級になるか一級入魂になるか分かるんで。どう、初級だし。まああとは災害にかけるか。リラックスしてカキンカキン。おお、いいね。ギと B まで上げとけばよかったかな。技術が足りてないんで、ま、サイガと練習をして、あ、これ結構減るんだよね。あ、でも経験点はそれなりにあるか。で、次が合宿なんで、どうしよっかな。メンタルで足りるかな、寝た方がいいかな。うん、メンタルでいいや。どこまで回復する。あー、これどうしよう、精神が減るんだよな。出よう。ちょっと精神は減らしたくない、かつ敏捷は上げておきたい。で、せっちゃんプラスカルロスがすげえ助かるわ。ここにせっちゃんがいるのはマジ助かる。体力の減りが違うんで。で、あとはここら辺でなんかいいの来い。お、いいね。SG キャラをね入れてないんでね、どうしてもここがきついんですけど、ここはね精神使うけどな。アベレージヒッターコツつかみたいよな。チャンスもな。逆境110。110は無理だわこれ。おとなしく
運にかけよう。あ、こっちか。頼む頼む。おい精神が下がった。誰？サイガか。サイガか。どうしようかな。総力を上げておこう。どっちかっていうと足の速いキャラでいくか。で、ここは22パーライチ。どうしようかな。5 そりゃ怪我するよね。まあ、これはしょうがないよ。もう、まあ、ガチ育成じゃないんでね。またコツが来てるね。ライチ感度数 10%。 一応ミッション見て。あー、竜の卵かー。どうしようかなー。これコツをもらって、おい怪我しすぎだな。やる気が下がるー。これでサイガはあと1回か。でこれで勝てば内野安打がもらえるんだっけやる気が下がったなんてことだ。これはもう絶対無理、絶対無理だから、まずお出かけして遊びに行こう。これでやる気を上げて、ロードワークに出て、これやる気、そうだよね、回復するよね。で、これが結構いいけど、竜の卵をやろう。ここは。よし。一応編成的には竜の卵ってこれでいいのかな？いまいちわからん。まあいいや、これでいこう。ダチョウの卵ってどんくらいでかいの、ちなみにさてさて、あ、これ2枚出そう。こいつに持ってきた。これさ、こっちも発射した方がいいかな。こいつ発射しよう。ほい。で、一応これで最初の2列はなんとかなったでしょう。で、あとどうなんだっけ。金塊取っとこう。あ、これあれか。この下のクマさんはこの2人で任せるか。最悪金塊はちょっと放っておくしかないからな。あ、やばいやばいやばい。これ上のクマがマジやばいな。で、こいつ出して、こいつ出して、あ、やばい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 、マジやばいマジやばい、これはマジやばいな。おらおらおら、これでクマクマクマ、あぶねえちょっと金塊を出す余裕がなかったけど、まあなんとかなんとかなったな。ライチの2回目か。で、ここで定期ミッションの最後ですね。まあこれでいいでしょう。定期ミッションのね、4回目をね、たまにミスるんですよね。で、これでクマさんは倒せるかな。倒せねえし。あ、てか新しいクマさんが出てるし。これはちょっと罠を引っ掛けておこう。あれ、罠引っ掛けておいて、ちょっと待って、滝本に任せて、こいつに任せて、ちょっとなんだ、金塊取れねえ。どうしようかな。あー、罠引っ掛けて、罠引っ掛けて、バウンサー出して、で、滝本で大丈夫でしょう。で、ここは主人公に任せて、で、下はちょっと罠引っ掛けとこう。で、滝本も一緒にやって、あー、2つか。主人公で一発ぶん殴っといて、金塊狙おう。上やっ
して、バウンサーを、バウンサーじゃなくてレンジャーか。何言って、これ下でいいでしょ。しまった。ここは3個投入しよう。で、バウンサーでやって、クマはこれで倒せるでしょ。よし。ここのね、高速チャージ、レベル4っていうのもなかなかですよね。で、ミッションを一応見てみよう。強靭警護7、広角打法があるけど、広角打法は取ったからな。まあ、今回は特にという感じなので、コツだな、これは。滝本くん。アベレージヒッターが欲しいよ、アベレージヒッターが。っていうか、普通にこうなるか。で、ライチの3回目。これで、アーティストですね。ここなんか欲しいよな、なんか。回復しとこう。もう6月の3週間はなんだかんだで、まあ、これは一緒に掘っていきましょう。どうだ、参ったか。うわー、やられた精神下げられた滝本、あれ滝本結局どういうチャンス、どうすっかな。チャンス取っちゃうか。タイヤ2人はもう取っちゃおう。チャンスを取るマジいつ。うわめっちゃ減るな。100か。100、なんだかんだでな、アンダ製造機も使うからな、精神。まあ、ちょっと今回は置いておこう。そもそもくれるかどうかすら怪しいし。おう、とりあえずチャンスはこれで潰れたな。でこれで災害も終わって、で1級入魂も取らないといけないから、よしレベル2で掴めましたね。ミッションってどんな感じなんだっけ。あ、精神40がある。帳尻合わせか。帳尻合わせはいらないな。臨床、臨床80は結構いいな。要人警護7ってね、難しいんだよね。意外に難しいんだよね。どうしようかな。まあいいや、ちょっと。メンタル14でしょ。メンタル14。あ、失礼した。お出かけにしちゃったよ。メンタル14だったら精神40取りに行った方がいいかもしれないな。よし、これでいこう。意外に要人警護苦手なんですよね。これまあ、要人警護4だからな。6、7あたりが本当難しい。ちょっと果たし状を諦めて最悪カラス使ってもいいかもしんないんだけど、これは取りに行こうと思ったけど、バウンサー、バウンサーの方があれだったか。ちょっと待って、これで出して、でこれでこいつ出せば大丈夫でしょ。で近海取りに行って、でまあ、防寒みたいなやつだから滝本に任せておけば大丈夫。ここ主人公で、出た、クマラッシュ。あ、しまった。どう、よし。ここはねタイミングにするとね、ほんときついんだよね。でこうのこれでやって、しまった。で主人公でいける。でこいつここでいける。でこう OK。よしよしよし。そう、金塊もね、拾えるからね、何気にでかいんですよね、ミッションは。何にもないな。本当に何にもないな。7月1周になってるから、ブロック丸か。あ、盗塁のコツか。ゴーストバスターか。ゴーストバスターってどうなの？ゴーストバスターもこの編成で言ってることが多いんですけど。ゴーストバスターマジ苦手なんだよな。盗塁のコツか。筋力、技術、今どういう状態なの。上げられるところまで上げていくか。ちょっとパワーだな。パワー、パワーも芯の量で走力も上げて、走力 B で高速ベースランは取ってあるんだよね。で、まあ
いくらなんでも F っていうのは嫌だから、まあ、D だよ。 D は欲しいよな、やっぱり外野だから。でとりあえず守備と肩はこれでいいでしょ。そうすると臨床がまあやっぱり足らんちゃ足らんけど、悩むね、悩むけど行くか。ゴーストバスター、ゴーストバスターはね、今まででね1回くらいしかねクリアできてないしね。こいつここに出すだろう。あ、1人しか来なかった。滝本できるかな、あのおじいさんみたいな人。できなかった。最後でいいでしょ。ちょっと待って。テンパる、テンパる、マジテンパる。あとここか、このでこれをギリギリでやって、あ全然ダメだ。主人公のこれもギリギリでやって、あこれマジ無理。いやゴーストバスターマジ無理だわ、超苦手。いやーもう少しな、判断能力があればな。この重なってくるのがねすげえ苦手なんですよね。まあこれはもう果たし状は絶対無理だな。もう下げるのやめてほしいんだけど。まああとは試合にしっかり勝っていくと。6番か、あげられるものをまたあげていきますか。チャンス取ろうも。アーティスト取ってなかったのか、まだアーティストと。経験点が足りねえな、これ、安打製造機無理そうだな。1球入魂も取っておくか。あれ、もう大丈夫だよね、1球入魂取って。よし、ハイボールヒッターもせっかくね、1とはいえコツをつかんだんで。っていうか、センス×だからね、そういえば。なんか途中から全然気にしなくなったな。忘れる。どうだ、いくか。おお、いった、よし。まあやっぱりあとは最低でも甲子園のね決勝までは行きたいですよね。まあ、甲子園の決勝勝てないのはしょうがないとして、いった、あぶねえ。当たったかと思った。結構ねチーム能力が弱いんで、ここのチーム。よーし、ま、猪木くん頑張ってくれたな。あとはまたミッションを見つつ。あーこれは 29% か、どうだろうね。あそうか、変わってないか。メンタルにしよう。あとはもう回復はメンタルでいこう。お、いいねいいねいいね。チャンス取ったでしょ、体当たりも取ったよね。ってことはここで阿部木をくれればめちゃくちゃいいんだけど、よーし、もう一回掴みたいよな。ここでセンス×の辛さが出てきた。だってこれでアンダー製造機いくつ、これでも181だからね。厳しいね本当に。お待たせいたしました。おお、1点取られてるか。さあ同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面。ここにピッチャーがそんなに、ネクストバッターサークルには滝本、あれ完全に外れた、強くはないんで。はっきりしたボール球、カウントワンボールワンストライク。ちょっとこのフォークはカウントはツーボールワンストライク、見逃して。次は4球目投げた、ちょっと引っ張った。ちょっと失投もね困るよねやっぱり。5球目外れた、ボールカウント、ボールカウント3ボール2ストライク。打ちました、1、緩い影の当たり。
点を取ってくれたな。クロスめっちゃ出てるな。これいくか。あ、いったいった。よしよしよし。最低でも最低でもホラー2本欲しい。よし、なんだかんだで結構回ってくるな。うわ、おお、入らない。てかカルロスマジでめっちゃ出てるな。これは無理でしょう。第3球難しいか。大きく外れました。カウントは2ボール1ストライク。打った、強い当たり。よし、うわ、5点か。結構取られたね。これはいかなかったか。まあいいや。やっぱりね、点を取られる時がちょいちょいあるんで。全然女に見えないよなこいつ本当に。でどうしようかな。敏将も何気にあれだけどな。時元もう一回掴みたい。阿部日はもう一回掴んでおきたい。どうだ。よし、であとは練習。やる気がな。マックスじゃないっていうところが気になるけど、まあ、次は精神練習して、で最後に何かタックが来ればいいんだけど。能力が微妙だなCC かよく見ると能力が微妙だな。呼吸なんて F だし。いや無理だよこれ。148か。それでも技術が足らんな。ダブルタックとか来てくれればよかったんだけど。いや、やっぱりね、センスバツはねきついわ。これは見逃して、いやね、鉄砲塚は本当にストレート1本、狙いはストレート。セキュリティガードリードで迎える3回です。先ほどホームラン、初球から打てた、取りました。伸びが悪いな。1点取られたか。セキュリティガード、この回はクリーンアップからの攻撃になります。これはボールでしょ。先頭バッターは高く、第2球投げました。これはちょっと見逃すでしょ。第3球はこれだ。これはいい当たりだ。いったー。ルーに誰も出てくれないのが悲しいけど。セキュリティガードリードで、お得意のカルドスどこ行った。あ、村上くんに変わってるね。高く、今日はチームの全打点を叩き出します。あ、無理。第3球を投げました。これだ。打った、これはあれ行かないでも点にはなったな。よし、負けないっていうのがね、セキュリティガードまず第一条件だからね。何点？68か。68って満点ではないよね。走塁 21% か。まあ、スカウトもいるしな。どうしようかな。怪我したら元も子もないからな、ここまで来て。っていうかここで負けるのが一番元も子もないけどねサクッといって、うわ、これパワー B に届かなさそうだな。アンダー製造機も取れない。何が足りない。技術が足りてねえか。センス×ってね、確実に消す方法がないんでね。まあ、大丈夫が来て消えていくのが一番いいんだけど。あ、やばい、危ない危ない危ない。第2球投げました。よーし、とりあえず1点取って、セキュリティガード、この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッター、このフォークがね、やだ。第2球、2球目ストライク。ちょっと変化球が来たら対応せざるを得ないな。バッターよく見ました。カウント1ボール2ストライク。これはおお、怖い怖い。2ボール2ストライク。第5球投げました。これだ。あー無理空振り三振ちょっとあのフォークは無理だな。おお、満塁。セキュリティガード、追加点のチャンスを迎えました。ワンアウト満塁という場面で高く、
こんなチャンスのところに、あ、入ってくる、入ってくるね、やっぱり。第3球を投げた。ちょっと今スライダーに狙いをつけすぎた。これは大丈夫でしょう。外れてもカウントは2ボール2ストライク。投げた。もうフルカウント。これ銭形くんも緊張するね。第6球を投げた。待て、打ちました。うわー、抜けなかったけど最低限の仕事はしたっていうか、全然打ててねえ、全然打ててない。2アウトランナー2塁という場面で銭形くん相手に打ててないっていうのは第2球投げた。一番打ちやすいキャラなのに。あ、とりあえずこれで。おお、てか犬木頑張ったね。完封したよ、完封。あ、66か。で最後の練習、何かが来た。お、走塁。よし、まあいいでしょう。さて最後が円卓。最近円卓とばっかり戦ってるからな、これ二次弾絶対打てないな、もう今。SG はねやってて面白いですよね。最近本当にサクセスも SG ばっかりやってて、本家のねパワープロ2016もね全然やってないんですよね。本当アップが遅くなって申し訳ないんですけど、やっぱりねサクセスはねすごい面白いですよ。ハイボール取っとこうかな。よし、これでいくぜ。パワーが C っていうところがすっげえ気になるけど、あ、そうか、俺両打ちなんだ、すっかり忘れてたけど、両打ちだとやっぱりミートとパワーを上げていくのがかなり厳しいんで。セキュリティーガード、ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー二塁という場面で高く第9投げました。危ない球。第2球投げました。よし、とりあえず1本、しかも同点。おい、セキュリティーガード、この回はクリーンアップからの攻撃になります。これはゴールでしょ。第2球投げました。あ、これはちょっと手は出さない方がいいな。第3球を投げました。これも無理だな、ちょっとフォークはきつい。第4球を投げました。おい、待って、今のはマジやられた。セキュリティーガード、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番。これはボール、際どいね。第2球投げた。これもボールでしょ。ボール、カウントは2ボールノーストライク。投球はこれから3球目。打ちました。よし、もう1回、もう1回っていうか絶対勝てねえわもうこれ。このフォークは無理。今日3打点を挙げています。アーサーのうちにもう1回打っておきたいんだけど。もうカウント1ボール1ストライク。投球はこれから3球目。今ちょっと遅れたけどちょっと遅れたけど特殊能力でなんとか持ってったな。セキュリティーガード、この回ランスマジ無理。うわ、ランスのストレート貴重なのにダメだ。まあいいや。いやー、発展はさすがに無理だわ。まあこれがね甲子園の途中で出てこなかっただけマシだな。さすがだ円卓。そして俺は何位だ。2位か。まあいいや、まあ、30入るからね2位でも。これであとどこまで伸びるか。精神が全然足りてないから補給に回せないぞこれ。経験点的には悪くないね。5400か。いやー、ほんとセンス罰がセンス罰っていうのかな。これでミートは A にできない。あとなんか取り忘れてんのある。盗塁取っとこうかな、暇だし。まあいいでしょう。あ、調子合わせねあ、っていうかまず補給を上げないといけないのか。補給もディクラでいいかな。ちょっと足りないからね。でここからあと上げられるとすれば盗塁だな。盗塁1個取って、あと特殊能力に振るか。
どうしようかね。足速いから内野安打も取っておこうか。内野安打のコツを取れなかったのがちょっとな、意外性が経験点的にはいい気がするけど。高速チャージはいらない。超人合わせ取るか、せっかくだし。で、意外性が取れるでしょ、こっからさらに。うん、取れるね。悪球中を取ろう。よし、これであとポイッと振って、うん、いいね。まあこんな感じでしょう。まあ確かにね、査定的には悪くないですよね。金徳が 1,2,3,4 つあるんで。で、ミート B、 パワー B、 走力 A で、こいつはレフトに回しましょう。多分レフトになるな、今のところスタメン入りだな、こいつは。というところで、じゃあ SG 高校ですね。なかなかミッションがまだまだうまくなくてあれですけれども、旗地上とかね、普通